はい、どうも皆さんこんにちは、こんがりです。というわけでですね、本日も全ロストライツをやっていこうと思います。全ロスしているバーシャネーぞ。はい、ということでね、まあ本日使っていく武器もまあベクターになるんですが、まあまさかのね2回連続ベクターということで、まあ再びね僕このベクター作ってみたんですが、このベクターさ、作るのにさ、皆さん一体おいくら万円かかると思いますか？正解はですね、教えないということで、まあ200万円ねかかるんですよ。いや本当にさ、バカ高いから、俺のさ所持金あと66万しかないって、マジこれ本当にさ、もうこのベクターで荒稼ぎするしかない。とりあえず200万以上ね、これで稼いで元取るしかないんで、僕はね前回秋山確定してしまったんで、とりあえずね今回は工場確定していこうかなというふうに思います。はい、ということでね、まあ詳細はですね、まあ、前回の動画見てください。はい、全く変わらないんで、とりあえずね、まあこんな感じで工場のマッチング潜って、もう敵しばきまくっていこうと思います。それでは早速やっていきましょう。レッツゴー。さあ、ということでね、まあ今回もベクターを使って、まあこのね、汚らしい戦場に潜っていこうと思うんですが、もう秋山はさ、DMR とか SR とか、マジでさ、終わってるんで環境が、マジしょうもな環境だから、やめた方がいい、あのマップは。はい。ということでね、まあ今回からもうね、僕は工場に引きこもって、まあピーマロをね、引きしばいていこうと思います。はい。ぶち56してあげようかなということで、とりあえずですね、格上のパンサーが1匹いるんで、しばきましょう。安定の5番脇でいいな。うん。今回は、まあ、嵐がね、あと11分後に来るということで、まあ、5番脇でいいでしょう。はい。あ、いるね。早速なんかいるね。しばこうか。ということで、なんかさ、世の中にはさ、マジで、べべべべべ。はーい。足打ち最強で。なんか世の中にはさ、出待ちしてるさ、バカタレもいるみたいなんだわ。怖いよね、本当に。何これ。めっちゃいるしな。とりあえず僕、ここ解除しよう。ここ解除して、工場長に俺はなると。いう感じで、行きましょうか。何をそんなに撃ってるんだと。ということで、来ましたよ。どこにいる、それ。あ、あっちか。ちょ、わかんねえな。一旦ここさ、伏せて通って、行きましょうか。僕の工場でバカタレしているやつをしばきに。あ、いるか。足打ちしないといけないからね、そこは忘れずにやりましょう。はい、忘れちゃうんだよな本当。武器によってさ、こう打ち分けないといけないのさ、むずいよな本当に。これが全ロストライトの難しいところ。はい、ファーストストライク、強すぎおっつ。え、マジで強くない？リップ弾が最強ってことなんですよね、結局ね。うんうんうん、ありがとうございます。ああ、一旦ここで僕はこの金の時計をゲッティングしていく。まあ、さっきからねチラチラ見えてたんで、ありがてえ。さあ、軍備ケースオープン。マジでさ、俺まだベクター解放できてないんだけどさ、ベクターって正直解放しなくてもいいんだよね。十数万円で買えるからな。うん、安いんだよね。さあ、なんかシグナル飛ばしてきたバカたりいますが、それは一旦無視で行きましょうか。この辺もちょっと一応入れとくか。怖っ。さあ、なんだか知りませんが、とりあえずなんかチーム招待送ってきてるけれども、僕はそんなものは一切信用していませんので。あ、どこにいるそれ。いた、あれか。あれか、いたわ。さあ、芝子。どこにいる。怖い、怖い、怖い、怖い。あ、いた、いた、いた。はい、ダブルキル。うますぎる、ピッ。あ、じいじ、ありがとうございます。うまい、うまい、うまい。あ、うまい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 。はい、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 はい。はい、カチ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 。あー、うますぎー、帰りまーす。これが全ロストライト。さあ、さようなら。マジでベクターの時代来てるって。
はい、バイバイ。みんなバイバイ。さようなら。俺の勝ちだ。ということで、最後ケアだけしとこう。さあ、しっかりとケアさせていただいて、帰還するということでね。対戦ありがとうございました。素晴らしい。久しぶりに気持ちいいね。ということでですね、私が勝ちましたと。は？え、待って！は？もうお前、6L アーマー置いてきたバカタレいるんだけど。ねえ、もうマジでふざけんなって。なんでさ、バッグの中入れてないのそれ。もう、ゴミゲー本当にこれ。マジのガチのガチでクソゲーです。はい、皆さん。もう最低だわ。6L アーマーこれさ、俺40万円で買ったやつじゃん。普通にこっちの方が安いっていうね。何をしているんですか、マジで。もう、ゼンロストライトって本当にさ、良くない。つまらない、本当に。もう、敵にとってはうまうまじゃん、こんな。6V なんてさ、雑魚なんだからもう。6L こそ最強なのに、俺最強の防具となんでこの雑魚防具を交換しないといけないんですか。もう、なえるわ、本当に。もう、ゼンロストライトの世界ってさ、なんでこうさ、なえさせてくるわけ？本当に。せっかく6装備の敵さ、しばいてうまうまできたわと思ったらこれですよ、皆さん。本当にもうね、くだらないったりあれしないんで、もう僕はね、帰還には成功しましたが、もうやめたいと思います。はい。もう工場もやめて、次はどこに行けばいいんですかということでね、もうどこにも行き場所がないわけ。港はさ、バイオレットエヴァーガーデン怖いし、制約はさ、もうチーミングでさ、もう怖いし、レイモンド怖いし、そもそもモサ怖いし、もう行くとこがない、俺は。もう無理だ。もう無理、このゲーム。本当に。もうアリーナブレイクアウト早く出てくんないかな、マジで。まだですか、リリースは。日本語版の。頼むからさ、アリーナブレイクアウト俺にさせてくんないかな。ということでね。皆さん、ご視聴いただきありがとうございました。無事に帰還することはできたんですが、まさかの 6L アーマーを落としてしまうという結果にね、なってしまいました。まあ、ただ、ベクターのリップ弾は最強。はい。このベクターこそ至高にして最強のベクターがまあ爆誕してしまったんで、まあ皆さんはね、真似はしないでください。お願いします。真似されたら発狂してしまいますので、はい。はい、ということでね、まあこんなしょうもないマッチのことは忘れて、またね、明日から頑張っていきたいと思います。以上、こんがりでした。じゃあな、じじー。